崎、赤星、瀬尾、お願いします。はい、さあ今回家系なんですけども、はい、熱血系麺侍誠を行ってきました、うん、そうですね、はい、そうですね、はい、行きましょうか。こちら JR 京浜東北根岸線江南台駅、そうかそうか、根岸線にもなるのね。根岸線ですね、そうですね、はいはいはい、で2019年4月1日オープンなんですけど、もともとね北クリアという名前だったんですけども、あ、まあ、改めてオープンしたということで、はいはいはい、今回は赤崎赤星2人でお邪魔させていただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、初店何今の間は初店です。はい、初店、はい、基本メニューね、はい、はい、醤油豚骨、塩豚骨、和風豚骨ね、はいはいはい、で、つけ麺もあって、で、並中大選びますんでね、めちゃめちゃ豊富ですけども、はいはい、はい、僕赤崎はですね、欲張りラーメンで、赤星は塩チャーシュー麺をオーダーさせていただきました。よろしくお願いします ね、はい、着丼でございます。欲張りラーメン、麺固めで、ライスですね。あ、はい、これ欲張りラーメンにしたことによってですね、はいはい、チャーシューと海苔が増されて、はいはい、で別で卵とそしてメンマ、あー、なるほどね、で別はネギですね。あー、そっかそっかそっか。まあでも私は塩チャーシュー麺、麺固め、味濃いめ、油漬けの麺、大盛りなんですけど、やばくない、これすごいだいぶサイズ違いますよね。マシマシ度がね、ビリリ玉と丸マインぐらい、いや丸マインでかいんだけど確かにね、お手本で言うとね、まあ、スープですけども、あ、まずスープからいってますね。私結構クリーミーなスープなんですけどもね、白濁としててね、はい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 、でも醤油もね、ガツンとくる、あ、そっか、濃厚なスープでございますね。確かにね、はい、うん、確かにね、いやいやちょっといただいたから、あ、そうね、少し今日ね、シェアもしてね、2人で行ったからね、うん、はい、コテコテ感もあるという、そうですね、で麺なんですけども、はい、こちらね、大橋製麺所というところで作られた麺なんですけども、大橋製麺ね、そしてちょっと僕はね、太めかなと思います、従来よりも、あー、はい、なるほど、ちょっと縮れてるんで、うんうん、スープの辛みが非常にいいということで、うん、スープとね、麺が相まって非常に美味しかったですね、こちらね、はい、で、チャーシューですね、こちらね、まあ、小ぶりなんですけども、うん、かなりローストされた感じで、確かに、ね、食べ応えがね、あ、これね、赤星もね、一緒が分かりますね、いや、そう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 、僕はチャーシュー多めに入ってたんで、はい、なるほど、で、味玉ね、はい、切られた状態で提供されてるのってあんまないと思うんですよ。あー、なるほど、かかって割るのか、そうそう、雪ってやっぱそうだ、あんまないですね。あー、なんでちょっと黄身にね、汁を吸わせて、あー、なるほど、そういうことですか。で、ネギですね、別皿の、あー、ネギを、別皿ネギ入ってね、うん、はい、渋い顔されてますね。いや、僕大好きなんですよ、白髪ネギが。なぜあの顔じゃ。いやいや、あれが好きな顔なんですか。うますぎて逆に渋い顔しちゃいましたねちょっと思考回路はよく分かんないですけど、あ、この、ね、組み合わせ大好きなんで、僕は焼き豚も入ってます、ね、で、紅生姜なんだよ。あんまないですよ、家系で。豚骨ラーメンみたいな。いや、ほんとそうそう、博多ラーメンの豚骨のイメージだけどね。おろしニンニクも入れますけど、入れて、いや、家系とのね、相性、うん、抜群でしたね。あ、ほんとですか。はい、これ入れなかったんで、いや、これはやばいわ入れないとやばいです、これは。やっちゃってますか。損しちゃってますね、せっかくなんでね。まあ、でも豚骨も入ってるから、ね、まあ、そうだ、そう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 、ね、あ、で、これね、粗挽き唐辛子、あ、来ました。これ結構ね、意外と直近の店合うんですよ、これ。あ、そうっすか。吉村屋とか あるんだ。いや、でもね、それ以外の店だとレアだと思って、あー、なるほど、ね、迷わず入れましたね。ニンニクもちょっと入ってるんだよね。そうなんですよ、ここには、うん、エッセンスとして抜群だということでね、はいはいはい、いただきました。あ、でもちょっと僕の塩チャーシュー麺も一応取ってるんですけども、はい、まあ、しょっぱいというよりやっぱりまろやかなポタージュ系のちょっと口当たりが非常にね、クリーミーでね、まろやか、そう、まろやかなんですよ。で、まあ、ほうれん草僕は増してるんですけども、かなりのクタでして、うん、まあ、美味しいよと言ってるんですけども、その奥でね、はい、僕がね、撮影位置が決まらなさすぎてずっとガチャガチャやって、いつ食べ始めんのっていう着丼してんだよ、実はね、俺もね、奥が食になっちゃって、もう昼間どころじゃないんですよ、ほんと。中星がね、大なんだけど、先に食べ終わるって、ね、先に食べ終わってましたから、俺よりもね。そうそうそう、あ、で、お酢行きましたね、やっと戻ってきましたね、スープの方に、うん、もうこれね、赤星食べ終わってるから、赤星カメラが発動しましたね。ずっとなんかさ、こっち向いたりしてたよね、あなたね。いや、やっぱ早いから食うのがで、お酢をね、入れていきまして、スープ、うん、ちょっとこれでデート気分が味わえます、ね、いや、なんでだな、赤星と俺でねえ、その、この目線、ね、この画角ね、この画角はいいからさ、彼女とデート何に使っていいよって入りましたけど、まあ、で、この汗やばくねえか、だとしたら、このちょっと、まあ、デートで、そうね、そういったところを見逃さずに撮ってますけど、しかもライスも反射して全然わかんないっていうね焦ってたよね、少し焦ってた、ね、食べるのちょっと遅かったから、いや、そうね、うん、まずいかな、これはって、赤星がやっぱ横でね、そう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 、早く食わねえとって感じでね、周りをちょっと気にしながら撮ってましたけど、そう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 、あ、やっぱね、トッピングが異常に多いんですよ。あ、そうだね、調味料が、うん、そもそもね、海苔よりも多いよね。そうそう、だから、ね、めちゃめちゃ迷った。
確かにライスの食べ方が、はい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 、でごまもね入れていくんですけども、ごまで最適なんですけど、うん、ちょっとこっからねこう言わせてもらうと、まあこんな唐辛子も入れてますけど、うん、はい、ちょっとこれこの後ね、スープまた、うん、いやいやいや何ちょっとこっからはちょっとまずいよ。いやもういいっていいって、バイオハザードいいってもうちょっとまずいか、危なかったですね。あんだけ編集で凝っといて、それ手で隠すよ手なんだ。やっぱりちょっとね、編集が大変なんで手でちょっとだけ今回はね、いや、全見せでいいから見苦しくないから、いや、ちょっとね全見せでいいっすよ。音がちょっとやっぱよく隣で見れた。いやいやいや全然ね、見れるよこれ全然気づいてないよ。デート気分、デート気分、これごちそうさまでした。いや、めちゃめちゃ美味しかったっすね。いや、くっそうまかったんだけどね。やっぱちょっと書き込みはちょっとね、赤崎さん、いやいや、男らしくていいでしょ。男らしいとかね、いや昔のお茶漬けの CM とかさ、食いたくなるんじゃない。あれはうまそうだよ。いや、それよ、お父さんすげえうまそうに食ってる。それ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 じゃねえよ、朝芸時々飯でしょ。そう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 、懐かしいな、うん、それよ。だからいや、書き込み選手権とかやってたけど、長谷にか。いや、でもやっぱね、また行きたいですね。あ、やっぱ品数が多いのと、トッピングで今回できなかったトッピングをもう一回したいな。あ、確かに味噌も塩もいっぱいあるから、そうそう、組み合わせがね、できるのと、あと結構お客さんいっぱい入ってる。お客さんめちゃめちゃ多かった、ものすごい人気のお店ということで、もう4月にオープンしたばっかりなんで、はい、そういうことなんですよ。また行きたいですね。あら、いや、やっぱね、うん、欲張りラーメン、うん、欲張っちゃう。まあ、今度はね、違う味にもチャレンジしていきたいな。あ、欲張りですね、あなたが一番。欲張りですね、言っちゃいましたね。いや、非常に美味しかったです。お、またぜひともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。お、おとめ、you